じゃ趣味のハチュウ類事情、最近どうなんですかハチ類ハチ類ね、あのね、いい感じなんですよ。ハチ類カフェやったっけカフェも知ってるし、ほんまにハチ類だけのハチ類屋さんも知ってる。えぇ。え、買おうとは思わんのえ、買うねん。買うねんけど、あの、今、最近ちょっと忙しくなってきたんで、ちょっとあの、下手にね、家に放置したらちょっとダメやから、ちょっと預かってもらってんのよ。もう買うのはもう決まってて。お何買うの あの、カエルと、ガマガエルどんぐらいのキがでっやつ。あの、これ。え、その、携帯ぐらいかな木があるかなと、メキシカンブラックっていう。何それカリフォルニアキングスネークっていう中の、ヘビメキシカンブラック、そう、ヘビ。えメキシカンブラックっていう真っ黒いヘビがおって、大きくなったら2メートルぐらいかな。えぇ、そって大丈夫なの毒とかないのないね、ないね。あ、なんか、普通に爬虫類屋さんに売ってるヘビっていうのは毒なくて、基本。 なんやろ八百屋さん行って、このリンゴどこありますかっていうぐらい、普通にありえへんらしい。あ、そうなんや。へえー。あとは、イモリっていうイモリあと、サワガニ。サワガニカニへえー。すごいな。え、4匹も買おうと思ってんのえ、実際にほんまにうちも買ってんねん。あ、買ってんねん。買ってて、でも置いてんねん。預かってもらってんねん。と。え、いくらぐらいしたんこれ。 え、でも、カエルは捕まえたよ。捕まえたんや。ロケ先で、でっかいのおって、捕まえて持って帰った。え、ヘビはまぁ2万ぐらいかな。そうなんや。へぇー、すごいな。あとはもう捕まえたやつ。うん。とかにも。すごいな。行かれへんけど、ちょっとみんな怖いなんかヘビ無理で。いやあのねいいよ。いいいや、あかりちゃん絶対ヘビ似合う。似合う え、絶対、え、うちほんまにこれ悪口じゃなくて、絶対にや、なんか、もう、綺麗やと思う。うちヘビ大好きやからさ、すごい、綺麗な子に巻いてほしい。絶対綺麗怖い怖い。なんかそれで写真集とか出してほしい。いい絶対ウケますよね。ヘビ巻いてんのほらほら、うんうん、言っても絶対、ほら 一部のマニアックからしたら、<laughs> んほんまにたまらないと思うで、で、赤りちゃんが昼まいてるのって。えー、<laughs> 怖いですよ写真見せなじゃん、こんなる。じゃあ、最近よくライブハウスにロックバンド見に行ってるみたいだけど。はい、あの、アーバンギャルドさんと、うん、シクガーボーイズさんっていう人の対ンのライブとか見に行って、うん、最近なんか、なんやろ、あの、初期の頃ってさ、うん ストレスの発散するところが分からへんかったけど、うん、もう最近はライブハウスとか、爬虫類とかやるけど、<あー> <laughs> ライブハウスはめっちゃ行く最近や <laughs> そうなんや。えー、楽しそうでも。行っ,て行ってみたいそうの一回。え、絶対いいよ。よ、うん、なんか結構うるさいとこで、なんかワイワイしたい、ね。ああ、なに すごい、みんなすごい。あ、そうなんやお客さん。なんかそういう知らない世界もまだまだいっぱいあるから、最近そういうのめっちゃ思うねんな。知らない世界に行ってみたいみたい。なうん全然そこら辺でやっとるから、一回行ってみたうちょっとこじんまりしたこの生活から抜けたいなって思う。行こう行こう。行きたい嬉しいじゃあ趣味の虫類事情、最近どうなんですか虫類虫類ね、あのね、いい感じなんですよ。虫類カフェやったっけカフェも知ってるし、 あほんまり爬虫類だけの爬虫類屋さんも知ってる、えー。え、買おうとは思わんのえ、買うねん。買う,買うねんけど、うん、あの、今、最近ちょっと忙しくなってきたんで、<ー>ちょっとあの、下手にね、家に放置したらちょっとダメだから、うんかうん、ちょっと預かってもらってんのよ。あ、うもう買うのはもう決まってて、あ何買うのあの、エると、我慢帰る。どんくらいの大きさでっかいやつ。 あの、これ。え、その、携帯ぐらいかながあるかと、メキシカンブラックっていう。何それカリフォルニアキングスネークっていう中の。ヘビメキシカンブラそう、ヘビ。メキシカンブラックっていう真っ黒いヘビがおって、まあ大きくなったら2メートルぐらいかな。ええそって大丈夫なの毒とかないのないね、ないね。あ、なんか、普通に虫類屋さんに売ってるヘビっていうのは毒なくて、基本。んやろ。八百屋さん行って、このリンゴ毒ありますかっていうぐらい、 普通にありえへんらしい。あ、そうなんや。へえ。あとは、イモリっていうやつ。リ？あと、サワガニ。サワガニカニへえ。すごいな。え、4匹も買おうと思ってんのえ、実際にほんまにうちも買ってんねん。あ、買ってんねん。買ってて、でも置いてんねん。預かってもらってないんだ。んえ、いくらぐらいしたんこれ。え、でも、カエルは捕ま